ございます。これからの4月5日今から開けておりますあとですね、ちょっとここに載せてないんですけれども、あとよくあの古いお父さんとかですね、古いお札、お札配りするときに当然古いお札がまだあるわけで、とか、包丁したら古いお父さんがどんどん朽ちたようなやつが残っていくわけです。吉田達夫五代のために。
るんで